はい、こんにちは。スワクテカと申します。今回はですね、レジェンドアンソロジーアカデミア、今回のイベントフェスですね、そちらで使うヒーローデッキの紹介といきます。いきますというか、はい、完成動画のまとめとなっております。早速なんですが、ヒーローのね、デッキの内容から説明していきたいと思います。紹介していきます。まずはモンスタークロー。インクリースが2枚、エアーマンが2枚、バイオンが3枚、シャドウミスト2枚、リキッドマン1枚、ファリスが3枚、ディアボリックガイが2枚、オネスティニオス1枚、ブルーディーが1枚、ブラックホールが3枚、サンダーボルト1枚、ハッピーの羽根冒険1枚、融合が2枚、愚かな埋葬1枚、増援が1枚、ミラクルフュージョン1枚、エマージェンシーコール1枚、ヒーローアライブが3枚、フュージョンデスティニー2枚、超融合が2枚、マスクチェンジが3枚、ツインツイスターが2枚以上です。次にエクストラデッキ。マスクドヒーロー、ブラスト1枚、デッドリガイ1枚、サンライザーが1枚、アブソルートゼロ1枚、ザ・シャイニング1枚、グレートトルネード1枚、アドレーション1枚、トリニティ1枚、アシッド1枚、エスクリダーが1枚。で、マスクドヒーロー、暗記ですね、暗記が1枚。で、ウェイクアップユアヒーローが1枚、ワンダードライバー1枚、クロスガイ1枚、ドレッドバスターが1枚、以上です。はい、今回のですね、フェスでですね、使うこのヒーローはですね、高校を意識してみました。高校からワンショットしに行くというのがコンセプトです。なので、ブラックホールやサンダーボルトなどを入れていって、ハービーの羽根ボギー、ツインツイスターなので、マジックトラップを割っていくという形になります。で、もともとヒーローはですね、ワンショットにかなり特化したか、デッキではあります。オネスティネオスの存在やザ・トリニティの存在などがある。それのがあるので、正直ね、モンスターはいいんですよ。残ってても。ただまあ、今のこのイベントフェスだと、後ろに構える罠がほぼないんですよね。神の戦国道も制限だし、他の永続トラップとかも軒並み禁止にされてるので、なので、今回はツインツイスターの2枚だけ、後ろ割りはね、あとまあハッピーの羽根ボギーだけにしといて、表割りのね、サンダーボルトやブラックホールなどを重点的に入れています。モンスターがいようとね、なんだろうと、このデッキ、火力を出すのに全然支障ありません。余裕で8000は超える火力が出せます。で、他にもね、耐性持ちのカード、例えばサイバードラゴンだと、サイバーダークネスエンドドラゴンとかは、ブルーディーでなんとかする。まあ、ブルーディーが出なかったとしても、オネスティニオスでバンプをして、トリニティでね、5000ポイント、攻撃力5000を出せばですね、攻撃力7500までは処理できるので、そのあたりも問題はないという感じです。弱点としましては、先行を取らされたとき、厳しい部分があるときはあります。もちろん、先行を取ったとしても、ブルーディーやアブソルトゼロを構えることで、強化の布陣を作ることは可能なんですけれども、魔法で処理されるときついです。はい、ブラックホールとかサンダーボルトとか相手が入れられた場合、そこら辺がきつくなるので、そこは注意ですね。だから場合によってはもう先行を取らされたらもう何もせずにエンドとか、シャドウミストセットしてエンドでお願いするみたいな、そんなんでもいいと思います。で、超融合1枚だけセットしとくみたいなね。エクストラの枠はそうですね、デスフェニが使えなくなったので、フュージョンデスティニーから出せるカードはもうデッドリガー一択になりました。もう展開の補助に使うぐらいですね。で、こちらのアドレーションとかも融合で出すことはできるんですが、まあ、ミラー戦を考えての超融合で出すみたいな感じですかね、これらは。で、意外と使い道がなかったのがウェイクアップユアヒーロー。これほんとデスウィニがいないと使いにくいですね。だから、これ UR なんで、もし作れないっていう人は、ぶっちゃけで話入れなくても大丈夫と思います。このデッキだとあんまり使うときはないです。活躍したのが、やはりマスクドヒーロー暗記とかと、ここら辺のヒーローですね。ザ・シャイニングやグレートトルネード。特にグレートトルネードかなり強かったです。これね、攻撃力ダウン効果持ってるから、これかなり強かった。他はやはりアブソルートゼロサンライザー、あとまあアシッド、このあたりも、非常にね、強固な布陣というよりも強力なので、ヒーローを使い慣れている人からすると、今回のフェスはね、かなりめちゃめちゃ楽しいんじゃないでしょうか。OK! それじゃあ対戦動画やっていきましょう。後攻がほとんどになります。先攻が1個だけです。はい。それではどうぞ。はい。それではですね、今回は、後攻からのスタートになります。相手はサイバードラゴンですね。先ほど言った多分サイバーダークネスエンドドラゴンを出す感じなんでしょう。攻撃力5000ポイントを持つ、さらに、発動した効果を持たないという非常に強化な布陣というより強固なね、耐性を持ったモンスターなのですが、ヒーローの前には無力です。はっきり。全くと言っていいほど、苦になりません。まあもちろん相手にね、誘発などがあれば別なんですが、このイベント、誘発を使えるのがエフェクトベイラーぐらいです。多分エフェクトベイラーは、あれですね、5ビーズで、優勢が使ってたからですね。で、パワーボンド発動、サイバーダークネスドラゴン。で、サイバーエンドドラゴンを装備して、そいつをリリースして、サイバーダークネスエンドドラゴンを召喚ですね。はい、ここから、
はい、返していきましょう。まずは羽根暴起から。サイバーダークインベンションですが、まあ問題ありませんね、これね。で、ヒーローアライド発動、エアーマン召喚効果。で、からファーリス持ってきます。で、エマージェンシーコール発動、エアーマン持ってきて、盤面を増やしに行きましょう。自分フィールドのね。で、ファリス効果、特殊召喚、シャドウミスト捨てて、ブルディをサーチ。で、インクリース効果、特殊召喚、バイオン効果で持ってきます。で、3体リリースして、ブルーディ。ここで絶対にね、エアーマンを残しておきましょう。まあ、ブルーディネの装備はね、アンガーナックルに、防がれましたけどね、発動コストで。まあ、それでもね、どうせ装備できないんで、装備できないというか、はい、効果発動で無効になるんですよ。で、融合発動でサンライザーを出します。ここでエアーマンを残しておかないとサンライザーが出ないので。で、サンライザー効果でミラクルフュージョンサーチ、ミラクルフュージョンでアブソルートゼロを出して、まあ、これで6000は余裕で超えてますね。で、2枚ドローして1枚捨てる。まあ、こうしてディアボリックぐらいから先に使うべきでしたね。すいません。で、バトルフェイスと。で、効果で破壊して、全員攻撃して勝利ですね。はい。対戦ありがとうございました。はい、2戦目ですね。2戦目はですね、ミラー戦ですね。今回これスピリットオブネオスを入れてる時だったんですけども、この敵ね、高校に特化するとなると、スピリットオブネオスを出す機会あんまなかったということで、途中で抜いたんですよ。結局このデュエルもね、出すことはないです。正直な。ウェイクアップやヒーローとかが生きてるんだったらね、このね、選択肢も全然ありなんですけども、見えるけどもね。はい、ブルーディーが出ましたけども、まあ、ヒーローだとそんなにほど、うん、まあ、オネスティニアスも引けましたしね。で、今回超融合を引いてるので、動きに行きましょう。超融合。はい、エアーマン効果。効果にチェンジして超融合でブルーディを吸います。サンライザー。で、サンライザー効果で、回収しようとします。エフェクトベーラー。まあ問題ないですね。全然ね。こっからいくらでも展開できるんで。特殊召喚。ただ、相手の超融合はどうやったって防げないので、ワンショットしに行くんならどうやったって防げません。ワンショットしに行かないのであるならば、適当なモンスターでね、もしくは、エアーマンを手札に持ってきて通常召喚みたいなのもできるんですけども、まあ、それも通常召喚源使っちゃったんで、まあ、いいんですけど、超融合はもう諦めましょう。で、アブソルートゼロを先出ししておくことで、超融合に対する耐性をある程度上げることができます。うん、出されても相手全滅ですから。で、バトルフェイズ、全員で攻撃して、勝負ですね。はい、対戦ありがとうございました。はい、じゃあ今回先行を取らされた場合です。先行を取らされた場合にどうやって布陣を作るのかです。考えるべきなのはやはりブルーディー。そうですね。ブルーディーを出すことと、で、できるならば横になんか入れときたいですね。1900しかないですから、ブルーディーは攻撃力。下手したらね、効果無効になってたとしても、融合とかで突破されてしまう可能性はあるんですよ。なので、こうやってね、アブソルトゼロを横に付随しておきます。できればマスクチェンジもあると完璧なんですよね。素引きしててよかったですね。まあ、素引きしてない場合は、リキッドマンの2ドローにかけるかぐらいですかね。で、特殊召喚3体にして、ブルーディでセット。で、相手はブラマジですね。で、罠型のブラマジかな。で、罠型のブラマジはこれでいじめます。アシッドアブゼロですね。で、アシッド効果。ね。ブルーディーで相手フィールド上のモンスターを封殺し、もし何か出てきたとしても、アブゼロアシッド、マスクチェンジの流れで、相手モンスター全滅させて、魔法トラップを全部割るという、完璧な布陣ですね。ババババババーン、体ありでした。はい、じゃあラストになります。今回はね。
まあ高校というのが安定です。で先行取れた場合もさっきみたいな、先行取らされた場合もさっきみたいなね動きをすれば十分相手の思惑を減らすことが、相手の思惑を崩すことができるので、結構万能なんじゃないかな。さすが10代って感じ。なんやかんやヒーローってのはね、はい、僕が遊戯王を、遊戯王のアニメを本格的に見始めたのはやっぱ GX からなので、子供死んながら憧れたもんなので、思い入れが深いって感じはします、ヒーローは。ちゃんと昔のヒーロー使えてるのはいいよね。エアーマン未だに使えるし、はい、ミラクルフュージョン未だに使えるしっていう感じで、これがいいと思う。エマージェンシーコールも使えるし、BF とかもうないもんな。黒い旋風ぐらいか。黒い旋風とゼピロスぐらいじゃない。はい、激流走、これあれですね、相手もちょっと早漏だった感じがしますね。最後の最後に激流走ぶち込まれてたら多分負けてたと思う。これで丸裸になりました。でここからもうミラクルフィジョンもらうんでワンショットかなと思ったら、まさかのベーラー2枚目、キッズ。このベーラー2枚目はつらい。もうこれはワンショット諦めるしかないですね。でサンライザー召喚、サンライザーの効果でサンクチュアリを渡しておく。あとは相手にガゼルを引かれないよう祈るしかないですね。ガゼル引かれたらこっちの夫人瓦解、完全瓦解です。では引いてなかったみたいです。はい、タイヤリでした。はい、 OK、 以上になります。レジェンドアンソロジーアカデミア、今回のイベントフェスで使うヒーローデッキの紹介と展開例や対戦動画のまとめでした。いやー、ヒーロー楽しいね。今のヒーローは楽しい。まあ正直これが楽しいと思えるのは誘発がないからだと思う。じゃなかったらこれやらんと思うわ。誘発がないので、高校から、まあ、まくりに行くときに、まくりっていうか、返しに行くときに、増殖する G 食らわない、春うららを食らわないという大前提があるから、まくりに行くときに、春うららを食らったときの絶望感半端ないですからね。それがないっていうだけでも、今回ヒーローを使う、高校からの、高校用のね、この構築でヒーローを使う意味は全然あると思います。まあ、ベーラーも辛いんですけど、ベーラーはね、意外とかわせたりするんですよね。マスクチェンジとか超融合とかあるよね、インクリースとかで。だから、ね、致命的ではない。ベーラー無限は、まあ無限はないですけどね。1枚だっけ確か。はい、それではね、ワクテカのヒーローデッキの紹介でした。もしよろしければチャンネル登録並びに高評価お願いします。ではでは、リクエストなどもお待ちしてますんで、どんどんコメントしてくださいね。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。